キズールは J リーグ岩手グルージャ森岡のマスコットキャラクター2017年3月に発表ファンサポーターの要望を取り入れ皆に愛されるマスコットの作成に向けクラブで選出した一般公募の4作品の中からウェブやスタジアムでの投票を含む一般投票で決定2017年7月1日投票結果を発表し リズ鶴をモチーフとしたキズールになった。デザインに関し、老若男女に愛されるデザイン。日本のサッカークラブとしての特徴のあるデザイン。鳥キャラの多い J リーグマスコット界で目立てるデザインを念頭に進められている。名前は、勝利を祈願する対象として、リズ鶴の折を祈りに変え、キズールとしている。一時の話題ではなく、末永くグルージャ。 森岡やサポーターに愛され、岩手中、日本中、世界中に羽ばたき、愛されるキャラクターになることを祈ったネーミングになっている。左右の翼の前面には、森岡、グルアとクラブの英字ロゴが表記されているが、2019年のクラブ名変更に合わせて変更されている。誕生に合わせて立体化に向けたクラウドファンディングもスタート。シルエット、質感ともに、 モチーフであるオリズ鶴の忠実な実現につなげていく。なお制作は美術造形スタジオゼペットが担う。対抗、横幅ともに2.4メートルの巨大なマスコットになる。なお、完成に先駆け、キズールの4図面を初公開している。同年10月15日の J3 リーグ第27節 FC 琉球戦でホーム初お披露目を果たす。ピッチに登場し、 軽快なパフォーマンスを披露。そのままフィールドでボールを受け取り、ドリブルで選手10人を抜き去り、最後は右足でゴールを決め、会場を沸かせた。なお、この試合を通じて、同州のダゾーンが選ぶ、J3 リーグ週間ベストプレーに選出された。2020年には、ゆるキャラグランプリ2020ザファイナルに初出場を果たしている。2021年8月、 デビュー時からの蓄積疲労による入院のため活動を一時休止。9月13日に退院が発表され、9月19日の J3 リーグ第19節テゲバジャーロ宮崎戦より活動を再開した。ありがとうございます。